21世紀オーケストラ音楽監督の泉です。今回の定期演奏会でお送りするプログラムはチャイコフスキーとラフマニノフのロマンチックな情緒あふれる傑作をお送りしたいと思っております。どちらの作品もですね、ロシア特有の息の長いロマンチックなフレーズというのが非常に多用されておりまして、これを21世紀オーケストラのメンバーがいかに表現するのかというのをぜひね、ご期待いただければと思います。9月8日、オクトピア桜ホールにてお待ちしております。